日本の電気機関車市、日本の電気機関車市では、日本の鉄道における電気機関車の歴史について述べる。日本において、鉄道の電化は、路面電車などの都市交通を対象にまず行われたが、後には、蒸気機関車を従来用いていた路線でも、それが行われるようになった。そのような情勢の中、1912年に、新越本線の薄い峠区間、 横川駅軽井沢駅が電化され、そこで国有鉄道発となる電気機関車が使用されることになった。もともとこの区間はアプト式ラック鉄道と呼ばれる歯車を用いた車両を用いて急勾配を超えるところであったが、それゆえに蒸気機関車では低速運転を強いられたことと、売煙がひどく乗客や乗務員に難儀を強いることになったため、電化を行って、 改善をしようとしたのである。薄い峠区間では、本線においては、トンネル断面の小ささから第三基上終電方式を使用し、駅構内では感電の危険性があることから、河川終電を採用していたため、この時使用された一万系、後の EC40 系機関車は、河川、第三基上療法の方式に対応できるものとなっていた。この電気機関車の威力は大きく、 薄い峠区間の所要時間はそれまでの1時間15分から49分に短縮された。しかし、それが直ちに日本最初の電気機関車だったというわけではない。日本における電気機関車の導入例は、足尾銅山において1891年に電気機関車を走らせたのが講師とされている。使用された機関車は足尾銅山工作所が ゼネラルエレクトリック製電気機関車の図面をもとに製作したという。また、1899年に中央線の笹子トンネル建設工事で2両の電気機関車が掘り出された土砂の運搬用として使用された記録がある。この機関車はアメリカのボールドウィンロコモティブワークス製の直流 500V、機関 762mm、車軸配置 B、重量5.4トン。 出力 15PS の子が多であった。笹子トンネルの工事終了後は、他のトンネル工事に使われたようであるが、その後の経歴は不詳である。また、1903年には、九州の関節や渡製鉄所構内鉄道で、外観、コークス運搬電車として、e、E1 と称する、ドイツアルゲマイネ社製 B 型電気機関車が導入されている。 これは現存する長子電鉄力3型電気機関車に類似の 1067mm 機関用凸型機で当初よりローラー付き皮脂枠パンタグラフを搭載する先進的な設計の機関車であった。八幡製鉄所では以後 E21908 年 E31916 年と同系機が順次輸入され、さらに1921年には安川電機製のデッドコピー機である。 E4 が導入されている。私鉄では1912年に路線を電化して電車運転を行っていた大阪高の鉄道、後の南海高の線が1916年に電気機関車を導入した。この機関車は初の日本製電気機関車である。木造突型車体で1922年までに自社工場で5両が製造された。最初の1両は台車や電動機。 制御機などがアメリカからの輸入品であったが、アメリカが第一次世界大戦に参戦した翌1917年1918年に、増備した2両については、アメリカからの輸入が不可能なため全ての部品を日本国内で製造した。ただし、大阪高の鉄道や鈴ン鉄道、1921年導入、アマミ製作所製が導入したこれら初期の本線用電気機関車は、 電車用の電気機器を使用するものであり、大型、大電力用の制御装置や、大出力主電動機などの電気機関車独自技術を反映させたものではない。また、それらの日本製機器もすべて、アメリカあるいは、イギリス製の機器のデッドコピー品である。国鉄でも、薄い峠用として、1919年に1万、軽の機構を模倣、4同軸化した。 国産機の120系、後の ED40 系を増備している。国鉄の電化計画に先立ち、秩父鉄道は1922年に直流 1200V 電化を完了するが、その際にアメリカから輸入された出来1型は、日本初の本格的本線用電気機関車として注目を浴び、国鉄大井工場が組み立てを受け負うことで、サンプル的役割を果たす。 1925年、東海道本線の東京駅構図駅間と横須賀線が電化された。これに先立ち、1922年から ED10 型を、はじめとしてアメリカ・イギリス・スイスから多種の電気機関車を輸入した。国産技術がまだ成熟していなかったことから、輸入による技術導入を図ったわけである。 これらの中で、イギリスのイングリッシュエレクトリック EE 社製のものが最も大量に輸入されたが、当のイギリスの鉄道においてもまだ電化が進んでいる状況ではなく、ことにイギリス製機関車はよく故障し、その評判はかんばしいものではなかった。もっとも EE 社製機関車は、構造面では自動診断機構を備えた電動カム軸式制御機を搭載するなど、 以後の国鉄正式機器では1962年の EEF62 型でようやく採用が実現した先進的かつ精緻な機構を備えており、それらの設計、工作法の宣伝が不十分であったことと、日本側の受け入れ体制の未熟がそうした故障の主因であった。イギリスの技師は日本が輸入した自国製機関車の故障状況を調べて本国へ送り、その上で、 イギリスの鉄道電化を進めたという。そのため導入からしばらくは、故障対策のため後ろに蒸気機関車を補機として連結し、現状運転を行ったが、研修人の必死の努力により故障は次第に克服され、1927年にはイギリス製の ED51 型がお召し列車を牽引するまでの信頼を得るようになった。なお、 ED51 型を一回り小型化した EE 女性の箱型デッキ付き D 型電気機関車が1926年から1930年にかけて秩父鉄道、大梅鉄道、東武鉄道、総武鉄道、伊勢電気鉄道の各社へ納入され安定した性能を発揮した。これらは使い勝手の良さからその大半が1980年代まで各社で 現役者として運用されており、また一部については、日本の車両メーカーによって、コピー機種が製造される方の好評を博している。当時、感染の電化推進に伴い欧米各国の電気、機関車を、試験的に、数量ずつ輸入して、試験を行ったが、英国製電気機関車の特性は、必ずしも優れていなかった、むしろ劣っていた。それにもかかわらず、当時、 電気機関車製造の経験の乏しかった英国から大量に輸入することになった理由は当時日本を取り巻く世界情勢において日本の海軍力の増強を危惧した米英によりワシントン海軍軍縮会議が開かれ海軍の艦船の保有量を制限することになったがこの時英国側の情報を引き出すため海重策を取ることになり外務官僚の主導により 英国製電気機関車を大量に輸入することになった。鉄道省には事前に通達はなく、担当者は驚いたという。その後、輸入機関車は各形式の量数が少数ずつとなり、保守の面で問題があること、国産技術の確立を目指す動きから、機関車の国産化が本格的に進展することになる。電気機関車の国産化自体は、 日立製作所が1926年に ED15 型を独自に開発しており、運用上もまずまずの成績を上げていた。そのため、各メーカーの製造能力に問題はないと判断した国鉄は、1928年に輸入機の中で高成績を収めたアメリカウェスティングハウスエレクトリック社製の ED53 型のシステムを参考に EF52 型を製造させる。 これは必ずしも性能、信頼性の観点からして完全に成功したとは言えなかったが、ここで確立された技術は引き続いて製造された ED16 型や e f 5 3型などにも引き継がれ国産化を推進する原動力にもなった。その後、流線型を採用した EEF55 型なども製造されたが、電化そのものが国鉄では陸軍の反対。 変電所が攻撃を受けると、運行不能になるといったことなどもあって、進展していないこともあって、電気機関車が蒸気機関車の代替を本格的に担うようになったのは、戦後に各線の電化が進められた時まで待つ必要があった。なお1927年には、東京、王子のカ貨物線で用いるため、蓄電池を搭載した機関車の AB10 型が2両、製造されている。 これは、沿線に火薬工場があるため、火器を持つ蒸気機関車や火線から出る放電、スパーク現象が危険だと判断されたためと言われている。しかし、1931年にスカ貨物船は電化され、電気機関車の EB10 型へ改造をされた。日中戦争が勃発した1937年に、画期的な機関車の EF56 型が現れる。 蒸気機関車の牽引する客車列車では、陶器はボイラーから出る蒸気を客車へパイプで送ることで暖房にしていたが、電気機関車ではそれができないため、従来は東海道本線などの電気暖房を採用していた一部線区を除き、陶器は電気機関車と客車の間に暖房車と呼ばれる暖房用蒸気を作るボイラーを積んだ車両連結していた EF56 型は、 機関車本体に暖房用の蒸気発生装置、SG を備えており、暖房車の連結を不要にしたのである。1940年には、同期の性能を向上させた e f f 5 7型も現れた。また、第二次大戦中の1944年には、当時日本統治下にあった、朝鮮の慶城と、元山を結ぶ朝鮮総督府鉄道軽減線の山岳区間において、 朝鮮初の本線電化が行われる。標準機で建設され、かつ3000ボルトで直流電化されたこの区間には、当時の日本では最大の出力2250キロワットを有するデロイ型電気機関車が投入された。この機関車は、充連層かつ制御方式や改正ブレーキを採用するなど、先端設備を備えた電気機関車であった。なお、 太平洋戦争末期には、戦時設計と呼ばれる終戦までの一時しのぎ的な耐久性しか持たず、製造コスト、使用資材低減のみを重視した車両も設計され、それに基づいて、電気機関車では、突型車体の EF-13 型が製造された。これはやはり故障や事故が多く、戦後になって安全対策工事などが施されている。また、 戦時買収施鉄から国鉄に受け継がれた機関車も多く存在した。戦後、1946年より旅客用機関車の EF58 型が製造され始める。終戦直後の混乱期で資材の品質が良くなかったこともあって、初期の車両は調子が悪く暖房用の SG 蒸気発生装置が搭載されていいなど、技術的には 交代が見られるものであったが、車軸の軸受けには、兵器需要の途絶によって浮いたローラーベアリングが採用されており、唯一本形式の進歩的部分であった。さらに1949年から始まった、ドッジラインに基づく支質抑制などで製造が一時、停止されるなどしたが、1952年からは SG を搭載したことにより、車体を延長し、前面2枚窓の半流線型に、 デザイン変更して、性能を向上させた改良機が現れて、これが大量に製造されたことから、戦後を代表する機関車の一つとなった。1953年には、60号、61号の2両が、おめし列車建引用として、発注、製造されている。初期製造車については後に SG を搭載するとともに、後期型と同様の反流線型車体を、 申請しての世界、旧車体をたまたま同数であった EF-13 型に車体を譲り、同型式の体質改善に活用された。EF-58 型と同型の貨物容器として EF-15 型が製造されており、こちらも機器更新などの改良を繰り返しつつ200両以上が量産された。1954年には電気機器類は、 従来の方式を踏襲しつつも、走行部分は仙台車を排して、通常のボギー台車とした二車体連結方式の大型キア10型が製造され、後に登場する直流用新性納電機機関車への過渡的存在となっている。1950年代以降、電化を地方幹線へ拡大するため、従来の直流電化に比べて送電コストを抑えられる。 商用周波数による交流電化の開発が行われた。1955年に試験船として、仙山線の陸前大地合熊金間、後に仙台桜並間に拡大が交流電化され、比較のため交流整流子電動機を直接駆動する方式の ED44 型と水銀整流機を使用して直流電動機を導する方式の ED45。 形の2形式が試作され、試験に供された。その結果、ED45 系の整流器を使用する方式が採用され、量産機の ED70 型が1957年に製造され、日本初の本格的交流電化線区である北陸本線に投入された。この際、変圧器の二次巻線を利用して高圧して、主回路とは別の巻線、三次巻線とも呼ぶ。 当期の暖房用電源として牽引する客車に給電する電気暖房が実用化され直流電化線区を含む全国の電化線区に広く普及した。その後、整流器は低温時の軌道や保守に問題のあった水銀整流器から動作の安定したシリコン整流器に移行したが、当初開発された e f 7 0系、e d 7 4型では 直流機関車のバーニア制御に相当する水銀整流機の高シーソー制御機能も失われたため、交流機関車としての性能は後退した面があった。この点を改良したのが ED75 型で、シリコン整流機と低圧タップ制御、磁気増幅機によるタップ間電圧連続制御を採用し、交流電化区間における標準型として、1963年から10年以上に、 わたり300両近くが量産された。制御方式については、電気回路の無接点化を図ることのできるサイリスタ制御の研究が進められ、1965年に ED93 型が、翌年には国間地、北海道向けに ED75 k 500番台、S 型が試作された。これらは、1967年に登場した。 ED77 型や1968年の ED76 系500番台によって結実するが、すでに本線用としてタップ制御式の通常型 ED75 系統が量産されていたこともあり、これらのサイリスタ制御機は東北の急勾配路線、阿寒線や北海道へ局地的投入されたに留まり、ED75 に代わる主力機として、 本格的に量産されることはなかった。駆動方式は ED70 系、ED71 前期型では、バネ下重量軽減を狙ったクイル式が採用されたが、それらは異常振動による故障に悩まされ、ED71 系最終増備グループでの半吊り掛け式採用を経て、ED72 系、 e f 7 0系以降は吊り掛け式で無理のない m t 5 2系手電動機に回帰している。交流電気機関車の開発によって得られた技術のうち直流用に転用可能な技術を活用して新型の直流電気機関車の開発も進められた。これによって誕生した最初の形式が1958年に登場した e d 6 0系である e d 型は 高出力の電動機やバーニア制御、軸重移動保障装置の採用によって高い粘着性能を与えられ、同軸4軸の D 型機でありながら、従来の F 型機、同軸6軸に匹敵する性能を発揮し、以降の国鉄直流電気機,機関車の基本となった。ED60 型は、地方線区で使用されていた、私鉄引き継ぎを含む雑多な式の置き換えを念頭に、開発されたため、 電力回生ブレーキを装備した姉妹形式 ED61 型を含めても計26両の製造にとどまったが、使用管専用としては1960年に EF60 型が開発され、本格的な量産が行われた。初期の新性の直流電気機関車は、電動機から車軸に動力を伝える機構として、新技術であるクイル式を採用したが、 異常振動が多く保守に難重したため EF60 系の二次量産グループから旧来の吊り掛け式に戻っている。こちらもまた MT52 型が標準種電動機として用いられた。以降は EF60 型をベースに新型直流電気機関車の開発が進められ、1963年の新越本線横川軽井沢間の粘着運転切り替えに伴い、 本向き用の EF62 系、補給用の EF63 型が1962年に登場し、これらから特殊機能を廃した、勾配線向け一般機として1964年から EF64 型が量産された。平坦専用向けとしては、機器の無接点化等の改良や、歯車比の変更によって高速化を図った EF65 型が開発され、 1964年から15年に、わたって300両以上が量産された。EF58 系、EF15 系以前の戦前の基本設計に基づく、旧型電気機関車は、波数比の違いにより、高速性能重視の旅客用と、牽引力重視の貨物用の区別があった。しかし、ED60 系以降の直流用、新性能電気機関車は、旅客専用として、 EF61 型が少数製造されたのを除くと、価格療養として設計された。とはいえ、これらは貨物用途に重きを置いた、牽引力重視の波数比であった。これは、同時期の国鉄が、動力近代化計画の一環として、旅客列車を長距離列車も含めて、機関車牽引による動力集中方式ら、電車、機動車による動力分散方式に移行したためである。 例外的に静粛性の問題から、寝台や高列車のみ、動力集中方式の客車の神経式が登場して、EF60 型や EF65 型などが、その牽引にあたるも、運転速度を確保のため弱め開示制御を多用したことにより、主電動機の故障の頻発や、メンテナンスサイクルの短縮につながった。この結果、構造的には、戦前型に属する EF58 型が、 新製能機の e f 六十五型とんで JR 化直前の後年まで特急牽引も含めた旅客列車牽引の主力として残り戦術のクイル式の問題もあって e f 六十系の方が先に淘汰されるという事態につながった。国鉄直流新製能電気の高速化は前述の通り e f 六十五型で一定の改善が図られたがその高速特性は 電車と比した場合、1958年登場の1 5 1系、1 5 3系の水準にも達していなかった。しかし、東海道新幹線の開業もあり、夜行寝台特急以外の長距離客車列車は、前延傾向にあり、e f 5 8系の数が十分あったことも手伝って、旅客用途での新性能高速電気機関車の開発要求はなされなった。一方、 トラック輸送への対抗策として、1万経過車による直行貨物特急が設定されることになり、この最高速度が時速 100km に設定されたため、従前の直流新性能電気では高速特性が不足する子になり、1966年高速特急貨物列車を時速 100km 以上で牽引可能なよう、当時の狂気 1067mm としては最大に、 なる高出力とし、その出力向上分を高速化に転化した e f 9 0型が試作され、1968年から EEF66 型として量産に移されている。登場からしばらくの間は高速特急貨物専用機だったが、1975年以降の国鉄貨物輸送の衰退で余剰が出始めたことと、一方で、 夜行寝台特急のサービス向上のため1985年の早ヤブサを契機にロビーカーの連結が開始され、牽引定数が上がったことから、出力、高速特性ともに e f 6 5型より余裕のある e f 6 6型が東海道ルートレイン牽引に投入され、晴れて過客療養の特急機となった交流電化が実用化され、軌道に乗ると、 各地に直流電化区間との接続点が生じることとなった。当初は、佐久並駅や黒磯駅のように、河川をセクションに区切って、そこに流す電源を切り替えることで、流専用、交流専用の電気機関車を付け替える地上切り替え、方式が採用され、その後は、北陸本線、前原、田村間のように、中間に非電化区間を挟んで、その区間を、 蒸気機関車やディーゼル機関車で検する、硬直接続、間接接続も行われた。しかし、1961年に、鹿児島本線北九州地区及び、常磐線トリデイ北を、交流電化する際には、接続点にデッドセクション、支電区間を設置し、車両側で硬直切り替えを行う車上切り替え、方式が採用されることになり、 交流直流両用車両が開発されることとなった。国鉄では1959年に ED46 型を試作し、試験を開始した。変圧器を速度制御に活用できる交流専用機と異なり、交流直流両用機は直流機のシステムに整流、変電システムを追加することとなり、機器重量がかさむため、設計にあたっては軽量化に注意が払われ、 拡大車に電動機を一機の未送化して、これで二軸を同時に駆動するシステムが採用されている。まず、関門間接続用の EF30 消し作車が1960年に登場し、初の実用機となったが、交流区間が文字駅構内だけであることから、交流区間では部分出力とされていた。直流区間、交流区間とも全出力となる本格的な、 本専用機関車としては、1962年から製造された常磐線向けの EF80 型が初となる。これらはいずれも ED46 型から受け継いだ一台車一、電動機方式を採用していた。しかしその特殊な機構から保守に手間がかかるため、通常の一軸一電動機、吊り掛け駆動方式を採用し、3電源、DC1500V、 AC20KV50Hz、60Hz AC 60に代用した EF81 型が1968年に開発され、標準型として150両以上が製造された。国鉄における電気機関車の抜本的な技術改革は1960年代で概ね終了し、それ以後は、 国鉄の持つ標準化思想やモータリゼーション進展による貨物輸送の衰退の影響もあって長い停滞の時代を迎えた。最後の国鉄電気機関車の新世紀となったのは1980年から製造された EF64 型1000番台である。性能的には EF64 型レイ番台を踏襲するものの、機構的には徹底的なリファインが行われ、 全く別形式と言って良いほどの変貌を遂げている。しかしながら、労使紛争による労働組合側からの新車投入に対する反対、運動、リストラにつながる合理化反対の意味合いが強いへの対策から、新形式は与えられず、既存形式の新番台区分として処理された。こうした例は、全く異なる制御機構を採用しながらも、車軸配置が、 同一の既存形式に編入された ED76K500 番台でも見られた現象ある。そのような状況の中、山陽本線の補機専用の改造車ではあるが、1982年から改造された EEF67 型は電気子直波制御を採用し、高い粘着性能と回生ブレーキを実現した。その後、VVVF インバーターと誘導電動機を使用する。 公式が主流となったため、この形式が直流電気機関車で唯一の電気市直波制御車となっている。私鉄においては、もともと貨物輸送自体が小規模であったことから出力400から6 0 0ット前後の4軸中型機が中心でメンテナンスの都合もあって、走行部も電車用台車と電動機を歯車比を変更する程度流用したものも多かった。戦後は、 日立製作所が一台車一電動機方式や、軸重移動を保障する特殊構造台車などの粘着性能向上を目的とした改良や、西部 E851 系のような国鉄機に、匹敵する高出力機も見れるものの、大部分は、日立製作所、東芝、三菱重工、東洋工機の規格型機関車で、技術的に見るべきものは少ない。しかも貨物輸送の衰退から、 私鉄向け電気機関車の申請は1970年頃より一部の例を除いて行われなくなっている。貨物輸送を廃止した私鉄では、事業用、保線車両の牽引などとして、電気機関車を保有し続けている例が見られるが、新型機を導入する要素がないため1920年代、大正末期から昭和初期製の藻を使用し続けている例も多く、一般に老朽化が進んでいる。このため、 機関車の保有を断念して、電車牽引に切り替える事業者も見られる、大見鉄道など。1987年4月、事実上経営破綻した日本国有鉄道は、分割民営化され、6つの旅客鉄道会社と、日本貨物鉄道、JR 貨物が発足した。国鉄の電気機関車は、四国旅客鉄道、JR 四国を除く JR 各社に引きがれた。 以後、電気機関車の新造を行ったのは、JR 貨物と東日本旅客鉄道、JR 東日本のみで、他は国鉄から引き継いだ機関車のみを使用しているが、牽引すべき列車の現状や、機関車自体の老朽化により、いずれの車においてもその数を減らしており、特に、東海旅客鉄道、JR 東海では2008年、平成20年に、九州旅客鉄道においても、 平成24年に、そして北海道旅客鉄道でも平成28年にそれぞれ使用を終えた。JR 貨物においては、折からの後継機に乗って輸送量が増加したことから1989年度から電気機関車の申請を開始した。この時の申請機は、促成のため国鉄時代の機関車の設計を流用して細部にらを行ったものとされ、 直流用の EF66 系、交流直流量用の EF81 系、青函トンネル用の交流機 ED79 型が、追造されている。この頃には、パワーエレクトロニクス技術の進歩により、鉄道車両でも、使用可能な大容量の半導体素子が、実用化され、これとメンテナンス性の高い交流電動機、カゴ形三小誘導電動機を組み合わせた。 VVVF インバータ制御の新世代型電気、機関車が開発されることとなった。1990年には、この技術を採用した、試作機、直流専用の EF200 型と、交流直流両用の EF500 型が落成した。これらの1時間低角出力は6 0 0 0ットという、未曾有の高出力機で、貨物列車の編成長大化、速度向上に寄与するものと期待された。 試作機による試験の後、1992年に EF200 系の量産機が現れたが、その出力ゆえ変電所にかける負担が課題となり、出力抑制を行って運用する羽目に陥ってしまった。そのため、EF200 系の量産は早々に打ち切られ、出力や装備の適正化を行った EF210 型に量産は移行した。また、 交流直流量容器の EF500 系の量産化は断念されている。また、量形式の開発に携わった日立製作所が独自に適正化のサンプルとして試作した ED500 型も JR 貨物に車席を置いて使用されたが、量産には至らず日立製作所に変換されている。その後、同社は電気機関車製造事業から撤退した。 交流直流両用器に新たな展開が訪れるのは1997年である。東北本線、津軽海峡線系統で使用されていた EF65 系、ED75 系10連、ED79 系10連を短期で置き換えるため、A500 型が試作されたのである。同形式は、A10 系以来の2車体永久連結の八軸機となり、 試験の後2000年から量産が開始された。ア QO 型電気機関車登場の背景には JR 貨物が大部分の線区で JR 旅客鉄道6社や第三セクター鉄道会社に線路使用料を支払って列車を運行する第二種鉄道事業者であることがある。線路使用料抑制の観点から短期で国鉄型充連並みの性能と 保守系非抑制の観点から各線区を通しで運転できる汎用性の高さが求められたことによる。この政策に基づいて、勾配直流線区用の EF64 型重連を置き換える目的で、A200 型が交流直流両用の一般機として EF510 型が量産されている。さらには、M250 系のように高速運転を行うため、動力分散方式、電車を 貨物列車においても一部で導入する動きも現れた。しかし一方では、機関車の申請には限度があることから、国鉄から引き継いだ機関車の延命のための更新改造が継続されている。また、私鉄の貨物輸送は、大手は国鉄の分割民営化の段階で、西武鉄道、東武鉄道にわずかに残るのみとなっており、あとは、 地方の冷裁中小施設に専用貨物が点在するのみであった。国鉄以外で唯一直流 F 9電気を運用した西武鉄道は1998年に貨物輸送を廃止し、以降は低出力の D 9電気でことの足りる輸送量であった。このため EF66 型や EF64 型といった車例40年に満たない国鉄新請の機関車が 廃車解体されていくのをよそに、地方私鉄の電気機関車の車令は、最和化のものでも言うに40年を超え、なお現役を貫くことになった。古いものでは上新電鉄の出来一型や、遠州鉄道の ED28 系、福井鉄道の出来10系等が、製造から90年以上を経て、事業用として運用されている。一方で、2016年には、 名古屋鉄道で L120 型が申請されているのが特筆される。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。